北陸新幹線延伸米原京田辺ルートの場合、今回は北陸新幹線の敦賀から先の延伸ルートについて米原から先のルートを引いてみる。まずは敦賀と米原をつなぐ米原ルートは実際はなくなったけど押す声は依然として多い。市に駅を置いても面白い。米原からは東海道新幹線に頼らず独自に新線を引いていく。住宅が少なく平地の琵琶湖岸に通していく。風は強そう。八幡に駅を置いても面白い。利用は少なそう。草津駅を経由する南草津でも面白い。ここから琵琶湖を離れる。同志社駅を置く。あとは新大阪駅を目指す大新どちかかな。新大阪駅に着く。